ラチナの価値っていうのが73万3400円ということです。16万5000円、高いと確かにあるかもしれないんだけど、ただその分計算していくと最終的に元取れるんじゃないっていうのは十分あるので、でもこれ勉強しないとほとんど使わないで終わっちゃうので、ちゃんとやっぱ勉強するということは大事かもしれないですね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はね25度、そっちは？はい、今日ですね、あ、28度近いですね。結構でも暑いね。28ってね、空気質が33です。こちら30ですね。ちょっといいねそうですね、日本はもう最近ずっといいからね。わかりました、じゃあ行きましょうか。はい、はい、ありがとうございます。今日はですね、アメックスセンチュリオンですとか世界のプライベートバンク専用カードですとか、現在までに世界各国のハイランクカードをなんと50枚以上もですね使い尽くして、極めて取得がですね困難なんですけど、たくさんご自身で使われて実践されているという、そんな塾長にですね今日はぜひちょっと聞きたいことがありまして、日本でクレジットカードに関するニュースで一つですね大きなものが最近ございました。ほうほうほう。アメックスプラチナ、アメプラですね、もう年会費が上がるというニュースが流れてきまして、今結構クレジットカードに興味がある方の中ではですね結構値上げ幅が大きかったものですから、解約になったんじゃないかとかですね、サービスはどうなんだっていう、結構ですね巷で話題になってることについて、今日はちょっと塾長のですねご意見をお伺いしたいなというふうに思っております。はい、了解しました、ありがとうございます。ということでアメックスプラチナ徹底解説ということでございます。まずですねこの突然の発表ということで、年会費やですね特典がかなり変更になってます。変更点ですね、追加点これかなりあるんですけれども、全部でですね8項目あります。ちょっとこれ一つ一つ見ていきたいと思います。まずは変更点ですね、年会費、入会特典、スマホの保証、この3つがですね変更になってます。でまずはじめにこれ年会費ですね、これが非常にインパクト大きかったと思います。もともと年会費14万3000円のところがですね16万5000円にアップしたということで、2万円以上アップしたということですね。塾長、このあたりはクレジットカードの年会費っていうのは世界的にはこう上がっていくような傾向にあるでしょうか、それとも下がっていくような傾向にあるんでしょうか。うん、そうだね、まあ年会費の件だけども、今回2万円、はい、2万2000円上がったのかな、まあ要するに2万円だよね、上がったのは税金を考えるとね。うん、そうだね、海外と同じぐらいの割合で上げてきてる感じ。ただ海外の方はもう結構前に上げてるので、それでまあかなり騒がれたんだよね。このプラチナカードももちろんできるのでみんなに試してもらいたいんだけども、要するに海外のセンチュリオンラウンジというね空港にあるというすごいいいラウンジがあるわけだけど、航空会社のラウンジ入るとどっち入るんですかって言うけど、人それぞれもあるんだけど、僕だったらセンチュリオンラウンジにやっぱ入っちゃうので、要するに飛行機会社のラウンジっていらないんだよね。うん、でも入る人は入る。ただ僕としてみればなぜ入るかっていうと、自慢とかそういうことでは全くなくて、僕の場合センチュリオンカードでブラックカードなんですよ。そうするとブラックカードだと個室があります、あるとこは。ないとこでも、リザベーション取ってあって、ブラックカードの人が座る専用の席があります。なのでいっぱいでも絶対に座れるんで。なるほど。うん、で個室が与えられると、例えば家族とか行った時にものすごいいいよね。はい、なので、はい、でそこでやりする人は周りの人たちがあいつらかみたいな顔で見るんだけど、まあそれがいいわけでやってるわけでもなんでもなくて、ブラックカードで入るとセンチュリオンラウンジはいいので、そのセンチュリオンラウンジに実は制限をつけてきたんだね海外は。あ、はい、うん、実はそれが大きかったんですよ。大騒ぎになったんですよね。年間7万5000だから1000万以上使わないと、はい、同伴者とかそういう人たちもプラチナ のセンチュリオンラウンジ入りませんみたいな、そういうすごい規定が出ちゃって、日本の場合はねセンチュリオンラウンジ規定なしで入れるはずなのに、めちゃめちゃお得なんだよね。1000万以上使わなきゃ同伴者ダメとかものすごい規定があるので、そういった部分では、はい、センチュリオンラウンジ使う人だったら、かなりいいと。日本にも今できるっていう噂が出てるから、多分もう近々出るんで、このプラチナカードっていうのはもうみんな考えてた方がいいよね。でこの年会費の上がった部分なんだけども、そうだね、その分必ずプラスの部分があるので、海外だとプラスの部分が実は少なかったりして、逆に解約みたいに騒いだのはものすごいあったんだけど、日本の場合はかなりソフトだね。ただ16万5千円高いと、確かにあるかもしれないんだけど、ただその分これじゃあ計算していくと最終的に元取れるんじゃないっていうのは十分あるので、そういった意味では日本のプラチナっていうのは治療カードとかと使えることを考えるとかなりお得であるということになってきます。まさに今ですね非常に重要な塾長の未来予測も一つラウンジの話で出てきましたけれども、このプラチナカードが今後どうなるかってことも含めてですね、皆さんにですねぜひ追っていっていただきたいなというふうに思います。で今回の年会費まず16万5000円に上がったということで、少し細かい話になりますけれども、2000
2023年の9月の12日以前から持っていた方については2023年の11月の1日以降の請求分より年会費が変更になると、そういう変更でございました。で、続いて入会特典なんですけれども、これもですね、アメックス変えてきまして、もともとですね、10万ポイントをもらえるものだったんですが、これがですね、ちょうど年会費と同じ2万ポイント増えてですね、12万ポイントにこう上げてきました。これについては塾長いかがでしょうか。順当なところだよね。上げた分ポイントがアップすると、その分上げるよということなんで、まあ、12万ポイント、まあ、どういうねぐらいの価値があるかっていうと、日本だと20万円ぐらいの価値があるんじゃないかなという感覚はあります。ちょうど年会費が総裁と、その分上げますよということになるので、1年分のね、まず使ってみてくださいということになると思います。で、使ってみてお得な部分はかなりあるので、それ使い倒せば常にプラスの状態になるので、マイナスにはならないかなというふうに僕は今回の見てます。ポイントの価値、どのぐらいの価値があるのかということも塾長から今コメントいただいたところなんですが、少し細かい話ですとです、もともとですね、入会3ヶ月以内に150万決済すると全部で10万ポイントをもらえるところだったんですけれども、ご入会後4ヶ月以内に200万使うと合計12万ポイントいただけるということですので、まあ、高額決済の予定がある方はですね、非常にこれ狙い目かなというふうに思います。また塾長からコメントいただきましたけれども、この12万ポイントというのはどのぐらいの価値があるのかということもですね、準局の方でご試算をいたしまして、ANN マイルですね、スカイコインで計算をするとですね、はい、12万ポイントマイルに交換するということで、ANN ダイヤモンドの方が交換をした場合にですね、1.7 倍ということで交換レートが出てますので、それを計算するとまさに塾長におっしゃった通りですね、20万4000円の価値があるということかなというふうに思います。ちょうどそのぐらいだよね。他のホテルとかね、いろんなところに変換すると、まあ、そこまではいかないんだけど、でも最大でこのぐらいはなるよという感じで出しますね、はい。あとですね、変更点としてですね、3つ目のスマートフォンプロテクションということで、これもですね、実は結構大きな変更かなと思ってまして、もともとこうお持ちのスマートフォンがですね、破損したりこう火災とか水漏れ盗難、まあ、事故にあった時にその修理代をですね、まあ、15万円保証しますという、これもともとですね10万円だったんですけれども、これが上がってきました。これがですね、なかなかこう大きくですね売り上げられてまして、もともとですね、これ変更前が左側で、変更後が右側で、少し細かいですけれども、変更前はですね、購入後24ヶ月以内のスマートフォンだけ対象だったんですね。年間総支払額もカバーされる額も10万円までで、自己負担額が1万円で、そういうものでした。で、今度一方変更後はですね、ここがかなり充実をしてまして、もともとまあご自身の基本カードだけしか対象じゃなかったんですけれども、家族カードで買ったスマートフォンでも対象になりますと。今度ですね、購入後36ヶ月で3年間以内のスマートフォンであれば対象になって、かつ10万円から5万円増えて15万円までの修理代金になるとですね。あと1回の事故につきの自己負担額も、もともと1万円だったものが5000円になったということで、これも非常にいい効果があったかなというふうに思います。ちょっとこれについてはいかがでしょうか。そうだね、これ海外と同時に入ったスマートフォンプロテクションで、1、2年前かな、日本の場合はどうなんだろう、日本も1年前だと思うんだけど、要するにインフレに対応したということでね、10万円だともう今新しい iPhoneもう20万超えてるでしょ今。ああ、そうですね。だから、うん、もうそんな直せないよというそういうことなので、まあ、そういうことでまあ上げてきたということになります。そうですね、今ここのスマートフォンプロテクションね、他社だと、日本はないんだけど、出してんのかな、今出そうとしてんのかな。ただ海外だとまあ一社だけ、対抗して出してはいるんだけど、ここかなり人気でね、いいところだと思います。で、人によってはね、もうアップルケア入ってるよとか、何々ケア入ってるよっていう人はもういりませんっていうことになるわけだけども、そういったところでアメックスさんとしては出しやすいんだよね、ここね、ということになります。なので、みんな、じゃあ言い方悪いんですけど、じゃあスマートフォン壊れましたと、アップルケア使わずに、直しますとなった時に、やっぱりちょっと手間かかるんだよね、これね、はい、保険会社電話して、書類揃えてどうのこうのということになるわけだけど、アップルケアだったら行けばボンと交換してくれるという、はい、そういうことになるので、まあどっちを取るかという感じにはなってくるのかな、この辺はね、うん、と思ってます。なので、まあできればリスクはかなり高いんだけど、アップルケアに全然入んないというのは、それでかなりプラスになるかなという部分は実はあります。なので、そういう方法でもね、一つ使えていくのかなというふうに思ってます。なるほど、ありがとうございます。まさにどっちを取るかって話がありましたけれども、 Apple Care もですね、Apple 社が提供している、まあ、サポートプランと比較実はしてみ、まして、こちらがですね、今映っているところが Apple Care のプランということなんですが、 iPhone 例えば15 Pro
をお持ちの方で、年間払いでご試算をした場合ですね、2年間のアップルケアに入るとですね、34,800円なので、まあ、年間相当にすると、その半分のですね、17,400円相当っていうのが、このアップルケアに入るとかかると。ということで、でこれをまるっと入らずにですね、アメックスプラチナでカバーするとなると、まあ、年間17,400円相当のまあ価値があるというところかなと思います。ただまあ塾長おっしゃる通り、その手続き面ですとかそういったところはしっかりこう比較をですねして、選んでいただくのがいいかなというふうに思いました。そうだね。だからまあこれを考えると単純にね17,000円ぐらい得だよということにはなってきます。はい、はい、ありがとうございます。はい、それではですね、まだまだいきましょう。今回ですね、変更になってまさに追加点ということで、5点追加になってます。このあたりをですね、少し一つずつ少しご説明をしていきたいなというふうに思ってます。まずはですね、この対象レストランのキャッシュバックということで、グローバルダイニングキャッシュバックというのが新しく新設をされてます。でこれ何かというとですね、世界国内外、まあ、20カ国1400店ものすごい数のお店ですけれども、このアメプラでお支払いをするとですね、毎回20%で年間最大4万円までキャッシュバックをしますという、結構大きいですねキャッシュバックの制度が対象になってます。で年間まあ4万円キャッシュバックなんですけれども、年間のですね1月から6月末までを A 期間で、7月1日から12月31日までを B 期間ということで、その2つの期間でそれぞれ最大2万円ずつで、年間するとトータル4万円のキャッシュバックということでございます。でこれ実際申し込む際はですね、ポケットコンシェルジュということで MX 経由での予約に限りますので、もしご希望の方はですね MX にコンタクトいただいて、その恩恵を受けるということでございます。でこれかなりですね、上限額まで繰り返しキャッシュバックも可能ですし、何よりやっぱりこう対象のレストランが非常に国も多いし、レストラン数も多いということで非常に安心かなと思いますし、あとはですね、なかなかその国内で予約困難なレストランもアメックスに1本電話すればですね予約を取ってもらえるということで、非常にお得な制度かなと思います。じゃあ具体的に1人どれぐらいのかかるホテルなんだって、本当にまちまちなんですが、こちらで写している通り、まあ、大体ランチディナー、まあ、1万5000円とかですね、ランチだとまあ1万円切るところもありますけれども、ディナーだと、まあ、1万5000円から、まあ、2万円3万円っていう価格帯かなというふうに思いますので、これぜひビジネスで使ってもいいと思いますし、ご家族の方で一緒に行くのもいいと思いますし、そういったところで使っていただけるとすごくいい恩恵になるんじゃないかなというふうに思っております。金額がまあ年間4万円ということで出てますけれども、その金額の価値になるんじゃないかなというふうに思ってますが、このあたり塾長いかがでしょうか。そうだね、これを4万円で計算しちゃうと理論的には4万円なんだけど、まあ、価値をつけるとすれば、まあ、僕としては1万8000円ぐらい、使わない人ももちろんいるわけなので、でたまたまこう使う人使わない人分かれてくるわけだけど、価値的に言うとまあ1万8000円ぐらいはあるかなというふうに思ってます。4万円っていう計算もあるんだけど、まあ、最終的に合計でいくらでね、平均取ってどのぐらいかっていうのをちょっとね、僕の方で感覚で申し訳ないんだけど、後で説明していこうかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。でまだまだできます。これもですね新設のサービスということで、デジタルエンターテインメントキャッシュバックですね。でこれ皆さんお入りになっている方多いんじゃないかなと思うんですが、対象サービスが3つございまして、ダゾーン、あとフール、ネットフリックスということで、ダゾーンなんかはですね、スポーツ系の専門のオンデマンドサービスで、フールもネットフリックスもですね、非常に有名なのでご存知の方多いかなというふうに思いますけれども、これをカードでお支払いをすると、毎回 20% の割引で、年間で最大1万2000円まで、キャッシュバックをしますという内容です。でちなみにこの対象サービス Netflix、DAZN、Hulu ですね、どのくらいかかるのかっていうのが大体こちらのスライドに現れてますけれども、1000円からまあ4000弱ぐらいまでの価格帯が月額かかってくるということで、でこれもし仮にですね、全部入ってる方がいらっしゃった場合はそれぞれこう毎月 20% オフになって、このぐらいの得があるということですね。でこれが最大年間で1万2000ということです。こちらは塾長いかがでしょうか。そうだね、これが実はいいような感じするんだけど結構微妙で、要するに 20% オフですよねこれ。はい、実はこれ海外は無料なんですよね。いわゆる無料っていう方おかしいですけど、最大いくら、無料っていうのはおかしいな、キャッシュバックするんですね、最大いくらまでって。これ 20% オフなので、例えば3ヶ月入ってそれがゼロになったとかっていうことじゃないもんね、必ず払わなきゃいけないので、はい、そう考えると1万2000円相当っていう計算はちょっとできなくて、まあ、僕の方でまあおそらくみんな入るとすればどれか一つだね。そうするとネットフリックスっていうのは多いと思うんだよね。そうだね、まあ、8000円ぐらいかなっていう感じはしてますけどね。はい、ありがとうございます。ではどんどん参りましょう。もう一つですね、トラベルクレジット
これも非常に大きいと思います。これ2つありまして、これからご入会される方向けにはですね、ご入会で3万円のトラベルクレジットというのが付与されます。これは入会初年度のみですね。でさらにですね、2年目3年目とずっと契約を継続すると、カード更新時に2万円分のトラベルクレジットがもらえるというものでございます。この3万円というのはですね、ただこう3万円もらえるということではなくて、アメックスのトラベル問題で10万円以上ホテル決済をしてくれた方に、事前決済した場合に3万円分キャッシュバックを引いた金額で請求されるというものです。でカード更新時の2万円の方もですね、トラベルオンラインで4万円以上の事前決済によるホテル予約の時に2万円分の割引キャッシュバックがあると、そういうものですね。なのでこれもですね、ご旅行を本当にたくさんよくされる方っていうのは非常に使い勝手がいいかなというふうに思いますので、年間3万円の相当の初年度はですね、価値があるかなというふうに思っております。このあたり塾長いかがでしょうか。これが使いやすいかどうかっていう実は問題になって、アメックスのトラベルのサイトをもう慣れてる人はいいと思うんですけど、慣れてない人はそこまで行って買う作業っていうのが、まあ使いにくいって人もいるし、いや僕は慣れましたっていう人もいるんですけど、問題じゃないんだけど、そのちょっとポイントが事前決済ってことなんだよね。要するに物によってはキャンセルできないということになってくるわけ。そうするとやっぱりホテルとか取るときにキャンセルできるとこをキャンセルできるような感じの方がいいよね、やっぱね、どうしてもね。はい、そうですね。そういった部分で使いやすさとしては、直前に買う、要するにあそこのホテル泊まろうと思ってて前から予約しておくんじゃなくて、あそこのホテルもう明日明後日だからもう絶対泊まりますという状態で電話してカチッと取る、それでしっかりそういう使い方をしていければ合計10万というかね、年間の部分で3万から2万ってことなんで、まあ2万ぐらいの価値と、2万は確実に価値があるので認めてあげてもいいかなというふうに思ってます。要するにまあ価値的に言うと2万ということになります。なぜかというと、みんなトラベルするからね、ほとんどの人が。金券ではないんだけど、かなり金券に近い価値の高いものだと思います。なのでこれは2万ぐらいの価値というふうに僕は思ってますね。ありがとうございます。今、塾長からも非常に重要なポイントがありました。使い勝手というのが非常に重要かなと思いますので、実際こう使ってみて、使い勝手が悪くて本当にこう手続きができないような状態っていうのは避けるべきかなというふうに思いますので、ぜひ使い方、使い勝手のところもですね、注目をいただいて、塾長からも今アドバイスありましたけれども、確実にその予約ができるタイミングも、予約が動かせない、そういったご予定にこれを使っていくっていうのは非常にいいのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。続きましてですね、ラグジュアリーショッピングキャッシュバックということで、これもですね、キャッシュバックになりますけれども、これもですね、対象ブランド、これからご説明するいくつかあるんですけれども、1回決済につき 20% のキャッシュバック。で、それが年間最大3万円までキャッシュバックがしていただけるというものです。じゃあですね、対象ブランドどこにあるかというところなんですが、はい、結構たくさんありますね。これですね、私が知ってるブランドもいくつかあって、例えばアルマーニとかですね、グッチとか、あとタグホイヤー、東京キッチンスタイル、まあ、いくつかありますけれども、こういったいわゆるハイブランドでカードで購入される方については 20% のキャッシュバック、最大年間3万円相当の価値があるということかなというふうに思います。塾長、これについてはいかがでしょうか。微妙だね。ごめん。理由はその自分がここに好きな、ね、ブランド入ってればいいんですけど、で買わなければいけない、じゃあここ通して買おうという感じであれば OK なんですけど、こういった系統のやつっていうのは僕の場合ほとんど使わないで終わっちゃうことがほとんどですね。なのでちょっとどうかな、微妙、5000円ぐらい5000円ないかもしれないっていうことになってくるかな。なんとなくいいような感じはするんだけど、ちょっと辛口めでね、5000円ぐらいかなという感じでします。はい、わかりました。ありがとうございます。それではですね、もう一ついきます。レストラン 15% 割引特典ということで、これもですね、対象となるレストランというのが決まってます。トランジットジェネラルオフィスが手掛けるレストランということで、例えばですね、東京都内、日本国内であれば、東京が9店舗、名古屋が1店舗。この店舗に行って、決済をすると 15% 割引になりますよというものですね。で、15% 割引ということなので、もしこういったホテルですね、こういったレストランをご利用される方であれば、年間5000円ぐらいの価値があるんじゃないかということで、事務局で試算をしておりますが、これについては塾長いかがでしょうか。これは逆にあれじゃないの、近くにある人だったらね、近くにない人は困るんだけど、使える感じだと思います。年2、3回利用で5000円相当。そうだね、1200円だね。いや、みんなもそう言うと思うから、僕は。みんなの代弁です。ありがとうございます。
ございます。はい、続きましてですね、カフェコーヒー特典。これもですね、同じトランジットジェネラルオフィスが手掛けるカフェということなのですが、少し、そうですね、でこれも対象店舗はいくつかありまして、一部抜粋して、都内だと4店舗、神奈川だと1店舗、こういったものですね、ご自身の近くにある方にとっては非常に使い勝手がいいかなというふうに思います。15% オフ、先ほどありましたけれども、コーヒー1杯サービス、同伴者1名までご利用可能のメニューということでございます。大体まあ550円というふうに今、価格出てますけれども、それぐらいのコーヒー1杯のサービスが受けられると。価値的に言うと年間300円ですね。使い倒せばできるんだけど、まあ、平均的に言うと300円ぐらいかというふうに思います。はい、今ですね、塾長からコメントいただきましたけれども、アメックスのプラチナの資産価値っていうのをですね、果たしてこうどれぐらいなのかということで試算をしました。これ一部ですね、今、塾長からいただいたコメントをまた反映させてですね、試算をしたいというふうに思いますので、今のところですね、事務局で試算したプラチナの価値っていうのが733,400円ということですけれども、ここからいくつかですね、コメントいただいたものを反映させて、いくらかというところでございます。ざくっと見た感じ、きっちりね、計算するとこんな感じだと思います。実際のね、価値はどのぐらいあるんですかというふうなのも計算しますと、やはり入会金、そういうのを抜いたとしても、年間の手数料は上回る分、厳しく見ても年間の手数料上回る。なので、絶対的に入っておいた方がいいというふうに思います。理由は、見た目はね、トントンかなぐらいに見えちゃったりもするわけですけど、実際には、細かく計算していくとプラスになっていることが多いので、こうやってちゃんとね、これをとこれとこれはお得だから使うっていうのをちゃんとこうやって勉強して分かった状態にしとけば使うんですよ人って。でもこれ勉強しないとほとんど使わないで終わっちゃうので、ちゃんとやっぱり勉強するということは大事かもしれないですね。まさにこういったですね、ステータスを有効に使うということには必ずこう勉強が必要かなというふうに思いますので、ラチンコマイル塾ではですね、引き続きこういったステータスのところをですね、情報発信を引き続きしていってですね、皆さんがこう快適に人生をですね、楽しめるようなコンテンツを引き続き配信をしていきたいと思います。またですね、この YouTube で一般の皆様向けに発信できないような内容もですね、メールマガジンの方で非常にですね、お得な情報を他に公開できないような情報もですね、発信をしておりますので、ぜひご興味がある方はメールマガジンの登録をお願いいたします。引き続きですね、チャンネル登録、いいねマークもちょっとお願いできればというふうに思っております。ということで、塾長本日はありがとうございました。ありがとうございました。ガチンコマイル塾